2022年6月10日にウクライナ軍がロシア海軍が黒海艦隊に巡航ミサイル発射可能な潜水艦1隻を新たに配備して、巡航ミサイル40発が発射可能であると発表したとして、共同通信がオンラインニュースを配信しているよ。ロシアとウクライナの戦いは相変わらずだね。早く落ち着いてほしいよ。そうだね。ウクライナ軍はさらに黒海北西部を封鎖しているロシア海軍は、大型揚陸艦1隻も配置しており、この封鎖のためにウクライナからの穀物輸出が滞っているとして、世界的な食糧不足を引き起こしているロシア海軍による黒海封鎖を早急に止めさせる必要があるとしているよ。有事になれば世界の食糧事情にも影響を与えてしまうからな。食糧だけじゃなく、木材とかの物価上昇なんかもいい例だな。うんうん。さて今回は、黒海に現れたロシア海軍の潜水艦について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。このウクライナ軍からの発表について、日本のインターネット上では、現在、ボスポラス海峡とダーダネルス海峡はトルコによって軍事用艦艇の航行が禁止されているため、潜水艦が地中海からエーゲ海を経て黒海には入れないとした上で、もともと黒海艦隊には巡航ミサイルを発射可能な海キロ級 636.6 型、通常動力型潜水艦6隻が配備されており、このロシアの潜水艦は新たに黒海艦隊に配備されたものではなく、たまたま浮上していたその中の1隻を発見したということではないか?とする懐疑的な見方が出ているよ。また巡航ミサイルが40発発射可能な状態にあるとしていることに関しては、6隻の海キロ級潜水艦に搭載されていると思われる巡航ミサイルの数の合計を表現したのではないか?とする説や、黒海艦隊には水上艦から発射可能なカリブルを搭載した、アドミラル・グリゴロビチ級フリゲートが3隻あり、それらも含めれば巡航ミサイルの数は40発どころではなく、ウクライナ軍は適当な数字を上げているだけだろうとの説もあり、ウクライナ軍による発表が誤解を招いていると指摘されているね。やっぱり有事の最中だからいろんな情報が飛び交っているね。ロシア海軍のキロ級通常動力型潜水艦は、中国やインドなど海外に輸出もされている、ベストセラー潜水艦なんだけど、その中で海キロ級と呼ばれるタイプのうち、巡航ミサイルカリブルを魚雷発射艦から水中発射可能なタイプは 636.6 型と呼ばれているよ。この 636.6 型の海キロ級通常動力潜水艦は太平洋艦隊にも配属されていて、日本周辺でも巡航ミサイルカリブルの発射訓練が実施されていたことが報道されているぜ。この潜水艦から発射可能な巡航ミサイルカリブルとは、ロシアのノバトール設計局が開発した巡航ミサイルファミリーで、固体燃料ロケットによる多段式ロケットエンジンを搭載した対地攻撃用の、3M14DE は海面上を高度20メートルで飛翔して、レーダー探知をかいくぐりながら、2000から2500メートルの射程距離を持ち、管制誘導と電波式ホーミング誘導で飛翔する巡航ミサイルのことだね。正式名称は 3M54 カリブルとされ、陸上攻撃のみならず、対艦対潜水艦攻撃用が存在するほか、発射可能なプラットフォームは多岐にわたり、陸上発射型のクラブ M、水上艦発射型のクラブ N、潜水艦発射型のクラブ S があるよ。なお、水上艦艇発射型は 3S14UKSK 垂直発射装置 VLS から発射されるんだけど、潜水艦発射型は 533mm 魚雷発射艦から発射されるため、ミサイルの直径は基本的に全てのタイプが 533mm となっているんだ。実際のところ黒海艦隊が巡航ミサイルカリブルの在庫をどれほど持っているか、あるいはロシア軍全体でどれほどあるのかについて分かっていないだけでなく、ロシア軍全体の継戦能力がどれほどであるかは不明だぜ。軍事専門家などの間では、ウクライナ侵略への懲罰として侵略に反対する諸国が行っている制裁によって、ロシアは巡航ミサイルなど精密誘導兵器の製造に必要な半導体などの部品を輸入できないとされ、そのために精密誘導兵器の在庫が枯渇していると言われていたんだ。そのことは、ロシア軍のウクライナへのミサイル攻撃が、侵攻当初から精密誘導タイプから無誘導タイプに変化したことからも裏付けられたとされていたんだけど、今回のウクライナ軍の発表は、ロシア軍が、まだ多数の精密誘導兵器を保有していることを明らかにしたことになるよね。確かに実際に目で見たわけじゃないから、いろんな憶測が飛び交うし混乱するよね。このウクライナ軍が黒海艦隊に潜水艦が新たに配備されたとした SNS への投稿に対して、ウクライナ軍の認識不足と断じる意見もあるんだけど、これはロシアがまだ精密誘導兵器を多数保有しているということを明らかにした上で、西側諸国からの武器供与のさらなる強化を促しているとの見方も出ているよ。
しかも、カリブルの地上攻撃型 3M14TE は2000から2500メートルの射程距離を持つとされ、黒海のどこから発射されてもウクライナ全土を射程内に収められることから、ウクライナはこの巡航ミサイルを撃墜できる防空システムを必要としているため、その供与を促しているのであろうとする見方だな。5月上旬頃はロシアは精密誘導弾などの在庫が枯渇しており、経済制裁が効いて継戦能力を失っているため敗北が決定的との見方を示す軍事専門家、評論家やメディアが多かったんだけど、ここに来てアメリカの CNN テレビによると、ウクライナ国防省の情報機関がロシアの経済力にはまだ余裕があり、ロシア軍はあと1年ほどであれば戦闘を続けられるとの分析を示し、とりあえずは制裁解除を欧米に求めるために、ロシア側が一時的に戦闘を停止する可能性はあるものの、その後改めて侵略を継続する余裕があるとの見方も示したんだ。ウクライナでは東部戦線で激戦が続いているが、ここに兵力や野砲などを集中させているロシア軍と、諸外国からの兵器供与に頼るウクライナ軍との戦力格差が生じていることが指摘されていて、ロシアへの制裁の効果を疑問視するとともに、このままではウクライナ軍が劣勢に立たされ続ける可能性があると懸念され始めているよ。その状況下、6月9日にフランスのパリで、経済協力開発機構 OECD の閣僚理事会が開催され、ロシアのウクライナ侵略を踏まえた上での多角的な貿易体制の維持について、ロシアが西側諸国の制裁への対策として、アフリカなどの発展途上国との関係を強化していることへの対応や、地球温暖化が要因とされる世界的な気候変動問題などを中心に議論されているね。オンライン演説を行い世界は食料、エネルギー、価値観の危機に直面していて、4億人から10億人が飢餓の脅威にさらされているとして、世界が団結していることをロシアに示し、ロシアを国連食糧農業機関 FAO から追放すべきだ、と強く訴え、この演説に対してコールマン OECD 事務総長は、OECD は可能な限りの方法でウクライナを支援すると応じたよ。世界各国がウクライナの後ろ盾となっていることが伝わってくるね。ウクライナの国民たちにとっては心強いんじゃないかな。OECD は第二次大戦後の欧州経済の混乱を救済し、復興のサポートを目的に本部をパリに置いて発足され、国際マクロ経済動向貿易開発援助といった分野に加えて、最近では持続可能な開発やガバナンスといった新たな分野についても、加盟国の間において分析と検討を行うとして、EU 加盟国のほか日本など38カ国が加盟しているよ。閣僚理事会は6月9日、10日の2日間にわたって開催され、ロシアのウクライナ侵略が世界経済に与えた影響と今後の課題について閣僚声明が発表されたんだ。声明の内容はまず、侵攻を続けるロシアを強く非難して、OECD 加盟国はウクライナと強く連帯して、これから予想される様々な地政学的な課題に、断固として立ち向かうことを決意しているとした上で、ロシアが引き起こした戦争はウクライナのインフラや生産中、あるいは貯蔵されていた農産物を消失させ、エネルギーや食品などの物価の世界的な上昇を招き、世界のサプライチェーンの混乱を引き起こしていると指摘したよ。さらに声明では、全世界的に食糧危機が発生する不安が高まる中で、農産物の輸出制限措置を取ることの内容に国際社会に求めるとともに、特に極度の貧困や深刻な食糧不安が増している発展途上国においては、OECD 加盟国が積極的に手を差し伸べるべきと結んだんだ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。今日も雑学行ってみよう。待ってました。今日はラーメンと中華そばの違いについての雑学で行ってみよう。現代ではラーメンという呼び方が完全に定着しているけど、お店によっては中華そばと表記されていることもあるよね。最近ではほとんど聞かなくなったけど、他にも品そばという呼び方があるよね。それじゃあ早速ラーメンと中華そばの違いについて解説していこうか。世の中には中華そばは醤油味でラーメンよりあっさりしているなどの情報があるんだ。実はラーメンと中華そばに違いはなく、呼び方が違うだけの同じ食べ物なんだよ。そのため、ラーメンの方が味が濃い、中華そばは細麺、などの違いは全くないんだ。同じ食べ物なのに複数の呼び方があるのはなんだか不思議な感じがするよね。なぜ様々な呼び方があるのかというと、ラーメンは時代によって呼び方が変わってきたからなんだ。まずは中華そばや品そばについて解説するね。実はラーメンの最初の呼び方は中華そばや品そばでもなく、南京そばだったそうだよ。南京品中華などの言葉は、すべて中国を意味する言葉だね。そして、ラーメンが日本に伝わった頃の日本には麺料理としてそばが存在していた。そのため日本のそばと中国のそばを区別するために、中国から伝わったそばを南京そばと呼んでいたんだ。
そして、中国がチャイナということからシナと呼ばれるようになった頃には、シナそばと呼ばれるようになったんだ。その後、シナが中国の別称だという考えが広まって自粛するようになると、今度は中華そばと呼ばれるようになったんだよ。続いてラーメンという呼び方が広まったきっかけについて解説するね。今ではラーメンという呼び方が定着してるけど、日本にラーメンという呼び方が定着したのは戦後のことなんだ。今も根強い人気を誇っているチキンラーメンだけど、チキンラーメンが発売した当初は爆発的な人気があったんだ。そして、チキンラーメンが大ヒットしたことにより、中華そばという呼び方が次第にラーメンへと変化していったんだよ。また、ラーメンという呼び方が広まったきっかけが、チキンラーメンと同様の即席麺である、札幌ラーメンだったという説もあるんだ。いずれにせよ、戦後の即席ラーメンブームによって、ラーメンという呼び方が広まっていったとされているんだよね。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。